おはよう。おはよう。おはよう。おはようございます。 <laughs> 早いよ。早いけど、ダメですか。おやすみなさい。おはようございます。今日十分前起きましたよ。三十分開始ですよ。<laughs> おはようございます。 体調グー。<laughs> おはようございまーす。<laughs> こもりありがとう。おはよう。この時間に起きる癖がついてる。朝から音量バグってますね。テンション高いね。可愛い,いね。あ フライングです。学校の校門で聞くような元気。<laughs> 確かに。あれ、私、小学校の時、なんか挨拶委員会みたいなやつだった。<laughs> だからかな。あー、ください。ああ。おはよう。<laughs> おはよう。 のんねむちゃん、おはよう。のんねむ、誰だろう。<laughs> え。毎日するよ。目覚ましだからね。フライング。さ <laughs> ん ちゃんがサタン地雷だって。うん。違うよ。なんでそんなこと言ってんだろう <laughs>。全然違うよ。おはよう。おはよう。あ、ごめんなさい。7時半あえでもなんか前あの前早く始めてもいいって言われたからやってみたんだけど、終わりおはよう。おはよう。 おはようございます。あそうですね。楽しみ。おはよう。サっタンだよ。おはようございます。おはようございます。ホコミンが最近私の前でもうサッタンうるさくなってきたってさ。あの <laughs> 心を許してきた証拠ですね。<laughs> おはよう。寝癖あるよ。隠してるだけで。 そうだよ早く始めたノーネームちゃんドジャレお願いしますノーネームちゃんじゃないけどうんラクダで投稿楽だおはようって言ってるうちに配信時間終わったりしてどうする終わっちゃったら オープニングアクト見るためにチケット当てます？きゃあありがとう。シャウトン、明るい未来がやってくるね。<laughs> 昨日紙写取ってきた？見せてください。ああとこまりありがとう。今日冷えるね。二点？えちょっと待ってえ。あれシャウトンならオープニングアクト二時間やって。<laughs> ノネームなんだろうねー。 夜、え、できるかな。今、今日ね。目指せ隠しと、パジャマ隠しが得意。おはさた、おはさた。おはようございます。本日誕生日です。おめでとうございます。<laughs> おめでとう。おはようございます。面白いですか。え。 朝から冷え込むのサタンのせいじゃないよおはよう今日も可愛いいつもありがとうございますえ公園行くんですかお楽しんでくださいノーネームのうちは作ってオープニングを作っ <laughs> なんでアタンありがとうございます今日のパジャマ水色でした お母ちゃんがサータンのダンス綺麗って言ってたね。そう言ってくれるの。ありがとう、ココアちゃん。おっくーのお母ちゃんです。おめでとうございますだね。みんな優しい。<laughs> みんな優しい。平和。このコメント欄、平和なんですけど。あ <laughs> ーと。 本さんが誕生日にお招きして、<laughs> え先に生まれてしまったまあこれも何かの縁ということですね <laughs> さっき生まれましたおめでとう <laughs> おはようございますおはようおはようおはよう今日もバブかわいいちょっとえバブですか <laughs> サータン以外平和え平和サロも平和学校との両立頑張ります今ねすごい大変なんですけど頑張りますサーティーンおはようございますハナタン毎日あのああ大体会ってますけど昨日とか会ってなくてでも結局連絡は毎日取ってるからまあ 実質合ってますね。ポージングのプロの人です。誰？<laughs> おはよう。仕事してきます。バイ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 頑張って。毎日勉強してる。でこれ終わったのねまた勉強だしね結局。おはよう。今日も可愛いですか？ありがとうございます。おはよう。 自撮りしてる花の写真えっだっさ寝ちゃったからね花と話してない花と話してないハナ <laughs> だけにおはようはじめましてじゃないですけどねえらいですか喉の痛み風邪じゃなかったご飯食べてるご飯はねめっちゃ食べてますよなんだからなんでさのったくなんだろうねでも なんか配信するとね。治るんですよ。返信数どうなってますかえ？これ終わったら見てみるんですけど、多分減ってるじゃないですか？皆さん。おはよう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 ございます。肌のハッシュタグ腹と話したいなの？あ、そ,あそうあそんな。 おはようございいまますすの謎をまだ解決してないですなでんかあの X に書いてくださった方がいたんですけどなんかね私向けか分かんないんですけどなんか子供用サイトみたいななんかふりがな書いてあるサイトをなんか添付しててなんか私漢字読めないって思われてんのかな。 <laughs> 感想ですかね。そう自転しないとさ、そう昼と夜ね、そうなっちゃうのはわかるんですけど、なんで回り始めたのかなって謎なんですよ。斎師ありがとうございます。お前さんに似てますか？見たことありますよ。おはようございます。おはよう。 おはようおはようおはよう。おはよう,おはよう,おはよう <laughs> 優しいけどね優しいけどさ。漢 <laughs> 字は得意なんですけどねとか言うとなんか難しい漢字を送ってくるんですよね皆さん。おひさおひさおはようおはよう。おはよう このパワーは,っはい自転の理由は知ってるけどサッタに説明するとなると <laughs> えなんでファンのキャラが濃いの <laughs> もう一回見に行こうかなえ昨日やってらっしゃった気がするおはよう 漢字はあの私勉強が得意ってあの暗記が得意なのでその習ったことしかできないですよおはようおはようございますおばあちゃんルームで噂なさったんですねそうですねおはようおはよう朝から元気だよ皆さんに元気を届ける サーダの役目ですこんまりありがとう勉強教えたい教えてください噂になってるのえっんかなんかノーネームって人勝手に暴れてるみたいすごいアイドルみたいって,言ってあ,あれ <laughs> あれあれれ なんだよねコメントしてもわかんないでしょわ <laughs> かんないよ人気もらってますかありがとう昨日の公演ートの神ちょっと撮撃したんですが見せてー見せてくださーいアイドルっぽい ほんと,ほんと地球に色があるのは時点が23三、わだってなんか待って23.4度ってなんかめっちゃ懐かしいんだけど傾いてるからだよそうなの地球に色があるのはそうなの昨日憧れてた。<laughs> <laughs> オープニングアクトねあれはさらに元気届けたい届いてますよノーネームちゃんおっしゃるんですがノーネームちゃんのおっしいの色ああでもなんか水色らしいかな水色2本なのかなう <laughs> んーおはよう

あの無視 <laughs> 辞典が謎なのえっサタン出るなら来てくれるんですか出張行ってらっしゃい頑張ってね可愛い色 <laughs> えサタンが帰るの向こうが帰ってよ ノーネームの方がさちょっと後輩なんだからさ変えてよグミの順位2から4位になってたあ昨日の気分で書いた昨日の気分は4位でした気分によってはグミが一番になりかける時もあります水色の意味は何か意味がありますか うん、清楚担当だから水色ですかねおはようノーネームコメント <laughs> アイドルになってどうですか何か変わりましたかうんストレスフリーになりましたエズレオンかぶってるねノーネームさんと。 ね、サラと一緒だよねサラとは水色と水色だもんなんか頑張ってるよね後輩えだって最近出てきたからさのおねんさんおはよう <laughs> そうサラはもうなんか後輩できた魚介類はねいつでもいちだよだって美味しいじゃんね牡蠣とかお疲れ様でーすおはよう 理観点ある私めっちゃ顔むくんでんのわかります <laughs> なんかさ超むくんでるのアーシャ撮影の時だから顔違うって言われるのかなめちゃくちゃさアーシャのさそうアーシャの顔と違うって言われるのはむくんでるからかなえストレス増えそうなのにフリーえストレスフリーえめっちゃえノーネームさんだし <laughs> え レスフリー筋肉痛えまだね一応ねあれいた痛くない分かんないアイドル転職ですよ連続おめありがとうサイレンもかぶってるから2人とも応援するねえ、ね、ノーネームさんはね応援しないでいいよアハ写真撮影の時可愛かった めちゃくちゃゃくくむんんでるんでるあ多分二重幅見,見てもらったら分かる <laughs> なんか民間人私も見たんですけど最初の顔合わせの時はむくんでないです合わせの時むくんでなくて二日目の合わせの時顔が違うんですよおはようありがとうだるま ランク何秒え十30秒る4とかなのかな笑顔素敵ですかうんストレス悪いんだけど筋肉痛はフリーじゃないフリーザ <laughs> 以上の皿は中一の初制服着たがあれじゃないブレザーが結構か軽だからじゃないのかばんについてたのダービーかなって <laughs> なんで分かるの毎日むくんでやだよエレベ,ベーター降るときまずそうなの分りをしたはあ <laughs> 5分くらいプランクえあのこの間ね4分はやったけど5分はね肘が死んじゃうよおはよう衣装の着心地 <laughs> え暑いえ <laughs> みんなそうあの愛車のね制服着てる時みんなめっちゃくっついてるじゃないですかだからもう超暑がってたんですよ暑い暑いって言いながら撮ってたんですよ実はねわからないでしょ生蠣当たって食べたことあるから食べれない私当たったことないからね好きなんだと思う多分ね 写真より絶物可愛いタイプ当たり前だ合わせ前にエレベーター一緒にならなきゃんそうなんか話しかけていいのかみたいなあ,ありがとう。サーーたんおはようございますおはようございます筋肉痛が痛いというのは頭痛が痛いです <laughs> 気づかなかったよ 回ってますよお写真拝見してた時で少しイメージ違う子あよく言われます <laughs> あおもろいイメージ一緒 <laughs> 一緒なのはじめまして仕事いってらっしゃい頑張ってくださいおはようございますおはようございます 前髪ダメな感じです。何が可愛すぎて、何、三十丸。三十丸、ありがとう。おはよう。うまい <laughs>。ワンピース何話まで見ましたか。私ワンピースね。あのお父さんが好きなんですけど。私は。なんか。あんま見てない。 あんま見てないなんかちょっと聞いてますよなんかビッグマムとか聞こえてますけど見てはいないですね視聴者に熱いのを感じさせないそう初めまして初めましてさだは中心にも <laughs> 見た目真面めな子だと思ってたもうよく言われますよ ただありがとうございますみんなに言ってないよね <laughs> かわいすぎて泣きながらオムライス食べてますどう <laughs> <laughs> いうじゃんウィーンって犬がら食べてるのそ <laughs> うがえほら見えてるよちょっとここほら寝癖ちょっと見えてるよこっちが巣ですね遊びに来たよありがとうおはよう 相変わらず朝から元気おはようねそれは思うだからそういうのが謎なんですよねそういうの謎なの鳥いるとかね謎なの実物見るまでは12期誰を押すか意地でも決めないえいいですよえほんとに実物見て決めてくださいイェイえ 白のワンピース持ってないな白のワンピースアっシャクールビューティーだけど実物 <laughs> え何何何何何ですか誰もありがとう朝がか愛すぎて仕事休みは絶対嘘ですねそれおはようおとといのおやすみのメールの内容教えてえ送られてきてないですか あじゃあ今日の夜しれっと送ろうかなああしゃしでしたってえクールブティーの方が良かったってことですかあれうんうん実物がいい陽 <laughs> けなのかパリミンなのか陽キャどっちでもないよ <laughs> えー しれっとねずっと見てとかハードル上げていくのあれ名前変わりましたあり。仕事終わって寝ます <laughs> あいしゃもうね寝癖そう寝癖あるよ <laughs> ちょっと見えた <laughs> 中身が好きありがとう可愛すぎてくしゃみが止まらない本当？ 私もねたまにねくしゃみ止まんなくなんだああしゃよりこっちが好き今日は寝起き10分陽キャでもパリピでもなく唯一無二キャそう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 あぐれ違うから目立つああしゃですかそうなの そう来週誕生日オスの決めたうーんレッスンは毎日あるわけではないですけど私は自主練に行ってるのでほぼ毎日ですかねおはようあセーフセーフセーフカラスセーフセーフだよーあ花置きました <laughs> うまい正面アングルって美形の紹介やえ正面ってやばいんですかさは生誕祭まで生誕祭ないけどね1週間ですね間違ったいってらっしゃいお目がクリックリして栗きんとんだね栗きんとん耐えたことないよ <laughs> 天真らんまンキャライェイイェイ 内容くて悪った <laughs> でなんかねブログとか書いてるとなんか話が二転三転しちゃってもう困っちゃうんですよね「おはようだね花」の「ノンネームさんもしお知り合いならここコアルームでお待ちしてます」ってあ私知り合いじゃないんですよね <laughs> 先生に <laughs> 好きな先輩は高畑さんです。 仕事行ってらっしゃいまだ赤ちゃんなので食べたことないものいっぱいですあの私本当になんか新しい食をこう開拓していきたいんですよだからなんかおすすめの私が食べたことなさそうなものを教えてくださいノーネームさんさようならえっさようならするんですかレッスンの先生相川先生もいますよ そう来週誕生日クリきんとは有名なのいいブログでしたほんとあっ二転三ってそうなんですよ私なんかあのこう話してるとすぐ話の内容がこう飛んじゃうんですよなんかよく言われるんですよ友達にもなんか例えば何て言うの 今日の朝ごはんなんだったって話をしてる時にあの相手に「あのえそれって何々なの?」って聞くじゃないですか。それって何々味ななのみたいなでその返答が返って,る返ってきてる間に私は違う話したいことがこう降りてきてしまって返すんですよ。だこうへ返事来てる間に私が違うものをまた話し出すからよく分かんないことになっちゃうんですよ。 おはよう。佐藤さんもです。もち。もちもち。月見バーガー食べたことないけど多分苦手だと思う。<laughs> 目玉焼き苦手だからさ。ひつまぶし食べてみたい。チーズナン食べたことある。上色はないですね。湯葉好き。 トトマトラーメン私トマトめっちゃ好きなんですよねあ、まあ、んまりうん10位ぐらい話題が豊富なんですよ相川先生えっ厳,厳しくないって言い方あれですけどなんか、ね、言ってくださることになんかちゃんとなんか意味があるっていうか愛を感じるというかなんかすごい ちゃんとよくしてくださってるなっていうのを感じます鉄板ナポリタンありますね鬼まんじゅうとはそう話ねいっぱいあるからね一方 <laughs> 通行だな横にあわしだけど話したことありますか私が一番最初に先輩をお見かけしたのが北川さんです 本当に、あ多分顔合わせの日にあのー、すれ違ったんですよ。で多分私顔合わせの時まだその知られてないじゃないですか今もまあ微妙なんですけど多分絶対に知らない子に挨拶されてるはずなのにめちゃくちゃの可愛く挨拶を返してくださって。 私が「おはようございます」って言ったらなんか「おはよう」みたいな感じで返してくださってあの <laughs> にやけました <laughs> 本当に「おはよう」この前の東海で里川のファンの方にアピールして,していたそうなの 新ありがとうあビールしておいたねあそういうことありがとうございますーありがとう一問一答得意でやったことないけどあでもこれコメントも一問一答みたいなもんですよねおはようテロップに誕生日確かに いいね12期にここだけは負けないっていうとこあるやっぱりルックスえー、っとね面白さですかね面白さ清楚なところ明るさ愛嬌負けませんキュウリ味噌つけて食べるの好き あんかけスーパーミルフィーユオムライス全然食べたことないよすごい何それサータン朝からめっちゃ可愛いねありがとうキャベツにソースたっぷりのソースカツ丼何ですかそれ食べたいんですけどどこで食べれますかな何ですかそれあんこがかかってるんですかちょっと待ってください私あん,あんこかかってゃパスタなんて食べ,食,べない食べたくないえ 怒られてへこむだけの人もいるからねえらい私は褒められて伸びるタイプですけど怒られても伸びますもっと頑張ろうって思えるから遅刻しました大丈夫であと8分あるしあ鬼まんじゅう食べたことあります給食でね出たよおはよう5年ぐらいに髪の毛伸ばしたい 私は伸ばすとしてもうーん胸元あたりかな事務所えでもだって顔合わせの日ですよ先輩方に挨拶もしてない時に見知らぬ女の子から挨拶されるんですよ不思議じゃないですかなのにちゃんと返してくださいました。 そそうそうみたいよ本当にしかもなんかショールームであのー、ねすっぴん拝見させてこあいただいたことあったんですけどあんなにも可愛いとは思わなくて本当に っぴんであんな可愛くていいのっていうぐらい可愛くて <laughs> びっくりでした挨拶だけです <laughs> ちょろいですよ本当にえ分かってたのかなあッとありがとうございます28日ねおやすみですね大変サッタか終わりに来て <laughs>。 いけるもんなら行きますけれども先輩たらし違うよ全然だよえハートいっぱいありがとうございますいっぱいいっぱいえそうなんですか45番同士なんですかそうなんですかえそう私ねオーディションのね番号もね45だったし座った席もなんか54番だったからなんか <laughs> なんかうんいいなって思いながら <laughs> 座ってた <laughs> 抹茶スパゲッティー私抹茶嫌いですよえそんなものがあるんですか声も大きおはよういじられ清掃キャラあ、え待って清掃って認められた 芸人枠ではないですけどねちゃんと自主練習してるのせるうーんなんかねあのー、なんていうの焦りを感じますすごくもっと頑張んないとってきしめん食べれますよあ、はい、今日すごいイエイ きゅうりは栄養ないの <laughs> じゃああれ何食べてるんですか私ずっと飲めるじゃんえ待って待って待って何何を待って何の話したっけあ分かんなくなっちゃったあれロングヘアずっとね中2まではロングヘアでしたレタスはねあんまり好きくないんですね知らない人が東海に来ても相手してくれますかえするに決まってるじゃないですか 外もファンにかみたいようですかへえええちょろいちょろい <laughs> お。おはよう。おはよう。おはようおはよう。ありがとう。 え何何あそうポジティブだよ。そう早くね。みんなに追いついてる追いついて追いついてる,追いついてるうん追いついてるよ。<laughs> きゅうりは水分なんですか？ナスも？じゃあ,あのなんか外側のあれは何なんですかね。きゅうりの半分は優しさでできてるの？そうなの。 やっぱりすぐこっちに出てきてるし意識が違うねいい本当ですか保演デビュー頑張ります自炊してる旗ごはん参考にしてる昨日はねビーフシチューを作りましたきゅうり水なのいやレタスとキャベツ全然別物だよさあ10月31日に生まれです 相性な,るなるタイムはダメなんですね勝手に終わらせられちゃうというね毎日,毎日毎日毎日えもう沼入ってますよもう完全にね <laughs> ビーフシチュー作ったよ得意料理得意料理 でも好きなのはピーマンの肉詰めです自炊ご飯んメールでえそう昨日さ送ろうか迷ったんですけどなんかなんかい言われたら嫌だなとハ <laughs> <っ>て <laughs> えなんかそんなにそんなに美味しそうじゃないとか言われたらどうしようと思って美味しいんですけどねカレーも作りますよ ね、いやだ16歳でいれるのもあと1週間なので、ね、そうですけどーやだーサッカーのルールわかりますよ毎朝楽しみな感じもありました <laughs> 美味しそうだよだって花に送ったんですよ写真をシチューのそしたら「おいしそう」ってしたから大丈夫だと肉詰めえ焼くえ焼く 十二期生でさらとユアが競ってるえそれもしかしてユアの配信でも言ってた私なんかそのコメント聞いたことあるな二 <laughs> 人でいいんじゃないですか <laughs> 今日のお昼パスタはどうでしょうか待って花から通知きたのに見るなかった ロールキャベツ食べるよ。思っても言わない <laughs> おはよう。カレーは甘口が好き。ご飯にかけるご飯の横に。ピーマンの肉詰めも食べたい <laughs> <laughs> あ。はな。はなはな。おいしい料理は茶色い。